どうも、マーケティングチャンネル、大木です。小林です。じゃあ、今回のテーマをお願いします。今回のテーマは、ウェブ業界の辛いところトップ3。ウェブ業界に入りたいっていう人も結構いると思う。その中で、僕らでもウェブ業界楽しいよ。ウェブ業界こんなことできるよ。可能性の話をいっぱいする。ちょっと悪い話もしようかな。ウェブ業界の大変さ、トップ3でご紹介したいなと思ってるの。腰が痛いとか、容量が減るとか、太るとか、そういうのないけど。第3位からご紹介していきたいと思うんですけども。第3位は覚えることが多い。覚えることは確かに多い。どの業界も当然覚えることは多いなんだけれども、ウェブ業界って僕の肌感だと他の業界よりも覚えることが多いのかなと思うところが1点あって、これ何だと思いますか？新しい言葉がどんどん出てくる。違います。違う。よくこれ勘違いされるんだけど、専門用語が多いとかって言うじゃん。顧客獲得単価を CPA って言ったり、投資対効果をロアスって言ったりみたいな、英語の3文字でこうまとめたりするなんだけれども、専門用語ってどの業界にも存在している。僕の知る限り証券会社とかの方がチャートの専門用語とかいろいろあるし、国とかだってジャパンをさ JPN って言われる、そういうのも全部一個一個覚えていかないといけないんですし、なんで専門用語ってウェブが多いかって言われると、別にこの他の業界と比べてもあんま変わんないんじゃないかなと思っているんだけれども、何が覚えるのが大変だっていうと、間違いなくツール。ツール。ウェブってツールがめちゃくちゃ多い。ウェブのツールがめちゃくちゃ多い理由って、ウェブって今の世界全員が密接に関係するものじゃない。ということはデータ量が、まずデータ量が多いっていうことは、抽出できるデータの数も多い、抽出方法も当然多い。例えば年齢を細かくデータで出せますって言ったら、1歳から100歳まで出せる。男女も出せるし、地域も出せるし、言語も出せるし、全部出せるんで、考えられるカテゴリー全てがデータ抽出できる世界になってなると、ツールの中身を覚えるのマジで大変。どうやったら男女と東京と30歳を掛け合わせたデータを出せるの？ツールを覚えること自体も大変なのに、ツールの中身で何億通りのデータの出し方があんのみたいなのを考えなきゃいけないし、それを知らなきゃいけないっていうのが一番大変。かつこれはウェブ業界の特徴だなと思うのは、ツールがどん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 新しくなって、当然ながらウェブってすごい進化が激しいんで、抽出方法であったりとかも変えていかなきゃいけない。その抽出方法についていけない、アップデートできない会社さんのツールって淘汰されてきますよね。ってなると新しいツールが出てくる。この新しいツールの管理画面って今まで使ってたのと全然違うから、またボタン、どこから始めればいいの？またゼロから一つのツールを覚えないことが起きるんで、ツールをね常に覚え続けなきゃいけない。小林さんとかは新しいツール何か来たとして、どうやって覚えてくるんですか？気合。もともとねツール系がねあんまり得意じゃない。なんだけれども、とりあえず何年もやってるんで、だいたいこうやればこうなるよねみたいなのはある程度把握できる。それは最初めちゃめちゃ大変だったけど、今とあったらまあある程度できる。効率的にやろうとしても、効率的にやった分新しいツールが来た時に対応できないんで、肌感覚でこれとこれってこうなるよねみたいなのが分かった方が、いろんなツールに結果的に応用できる、将来的に時短になるのかなと思います。ウェブ業界の辛いランキング第2位は、切り替えにくいんですよ。ウェブの業界キャリアチェンジみたいな話ですか？違います。これは自分のオンオフ。自分のオンオフ、要はこれって店舗と比較してくれるとすごい楽。店舗って営業時間が必ずある。10時から19時までやってるレストランってあったら、10時から19時までお客さんが来る。なんだけれども、ウェブって24時間お客さんが来る。自分のサービスがウェブにリリースされた瞬間から24時間この店舗は空いてる。なんでどこのタイミングで切り替えるかで結構難しい。それこそウェブの広告なんてのは、自分のお金を使って24時間入り口を開けてる、どうぞ来てくださいみたいな。その時に全然効果の悪い広告文とかで集客しちゃってて、その時ちょっと疲れて寝てたとなったとしたら、その時って赤字になる。不安で結構起きちゃったよ。精神的にも肉体的にも切り替えようみたいなのがなかなか難しいのが辛いですよね。辛いと思うんですね。僕とかは結構昔からやってるんで慣れましたけど、例えば店舗の人とかが急にこの世界にやってみてなると、19時にじゃあはい終わりましたみたいになって、報告を実際にやってて次の日見てみたらめちゃめちゃ赤字みたいってなった時って、それが結構トラウマになる。トラウマになると、いやちょっと不満だわみたいな気持ちが常にあるっていうのは辛さとしてあるとは思います。小林さんが何か売ってた商品の中で夜になるとめちゃめちゃ売れるみたいになったら、夜すごい報告費が使われてる可能性とかあるじゃないですか。どうするんですか？そういう時はもう起きる。まあ起きてるっていうのはあれですけど、そういう時もさすがにでも寝ないと人間の脳って働かない。そこはちゃんと寝ます。
ですけど、当時僕がやってたのとかは定期的に朝の6時とかにちょっと一瞬起きて iPad とかで10分ぐらい見て、ああ大丈夫そうだなって思ったらまた二度寝するふうにはやってました。ほぼコンビニですね。じゃないですか。1時間営業でも結構ウェブの業界の人たちはこのマインド持ってて、話してるといや結構これきついっすよねみたいな共感が得れる部分、ウェブ業界特有のものなのかなとは思います。それこそ僕当時このウェブ広告とか何も分かんないと1日6万円の広告予算でやろうと思ったのが桁間違えちゃって60万円設定してて、でその時僕ウェブ広告初めてだったんで60万円設定したのも気づかず、そのまま寝て朝出社するじゃないですか。そしたら60万円消えてることがあったんで、そういうトラウマみたいなミスがあるからもう二度とこのミスはしないようにしようっていうのはありますよね。逆に成功体験だったのかもしれないですね。今でこそ成功体験だなと思いますけど、当時は結構絶望ですよ。ウェブ怖とは思いましたけど、今ではまあそれがまた楽しさではあるかなと思います。辛さではナンバー2ぐらいに来るんじゃないですかね。ウェブ業界の辛さナンバーワン、これしかないかなということで、第1位は変化。さっき言ってた、私ツールが来て覚えないといけないみたいな、そういうことじゃないですか。そのツールが新しく変化するっていうのもそうなんだけれども、一番は自分の能力が一瞬で古くなる。要は今日まで通用していた手法が明日になったら通用しないかもしれない何かが起こるかなってから、例えばそれこそ簡単に言うと SEO のアップデートです。 Google がこういうレギュレーションでやりますってなったら、今までのやつって全部通用しなくなる。そこに対応していかなきゃいけない。なんで今まで自分が培ってきたものが意外と一瞬でなくなるっていうのが大変ではあるし、それこそ新しいものを覚えるっていうのもツールだけだったらまだいいんだけれども、新しいサービスがめちゃめちゃ出てくる。ちょっと前とかだとクラブハウスとか、クラブハウスをどうやって攻略するべきか、先行者利益をどうやって得れるかみたいなのを新しく情報収集してやってみた結果、今クラブハウス使ってる人なんてほぼいない。今まで自分がクラブハウスでこうだろうこうだろうってやって努力してたものが結果的に市場が認めなければそれって無駄になったりする。次もまた多分新しいアプリとか出てくる。それに対して常にそうやってやっていかないと時代に取り残されていっちゃう。常に自分の能力が日をまたぐごとに退化しているんだよっていうことを認識した上でこの業界にいるっていうのは結構大事だし大変だねと。 SEO のアップデートとかクラブハウス一気に急上昇みたいなって読めないじゃないですか。どうしようもないじゃないですか。だから常に自分の能力は明日なくなるっていう心構えでいる。でもなくなるって言っても本質的にちゃんとマーケティングができればここの部分ってどんなに変化しても通用するんで、例えば女性の心理ってこうだから物を売るときってこういう感情を得てやっていくよねみたいな感情マーケティングですよね。こういうものをちゃんと自分の中で言語化している人がおそらくちゃんと変化に対応できる。なんだけれども小手先でこういうことをしていこうみたいなことをやっていると変化に対応できなくなっちゃうんで、しっかりと考え抜かれた言語化できたマーケティングノウハウみたいなのを持っていないと変化に対応できない。で変化が来た時にも今までのやり方をすぐに捨てるっていうマインドでいないと変化にも対応できない。捨てる覚悟もですよ。めちゃめちゃ大変そう。だからこれがね結構一番大変だな。新しい自分は今までの自分を捨てるっていう名言知ってる？いや、わかんない。新しい自分とは今までの自分を捨てることは芸術家がです。へぇ、まさにそのマインドが一番大変だし、ウェブ業界には必須。1ミリでもプライド持ってしまったらすぐ負けそうですね。変わっていくことを楽しめる人間じゃないとなかなかウェブ業界はきついのかなと。っていうのね、1位から3位までちょっと言ったんですけれども、とはいえどの業界でももうこんなの大変なことはもう何でもあるわけ。ウェブ業界だけの大変さっていうわけではないのかもしれないけど、僕がウェブ業界にいてこれは結構大変だなと思った。もしかしたら別の業界にいてもこの1位、2位、3位は同じだったかもしれない。どの業界にも対策があるっていうのは認識した方がいいです。逆にめちゃめちゃ新しいもの大好きみたいな人向いてる可能性もありますもんね。向いてる可能性あります。そういう人はぜひウェブ業界にお越しいただけると幸いです。幸いです。ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩利用できる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。